じゃあ基本的にそのバックになったら相手の手首を取って自分の手首を取って、これはシュックした状態、一応これがベースになって、ここから攻めていきます。これで、まあ、こういう風に移動したりとか、もうそう基本的にチョークを狙うときはこのままで、そして手首をこう取り直して相手にプレッシャーをかけながら押し下げて1本手を殺します。そうなったらあとは1本対2本になるので、まあ、こういうふうに簡単に決めることができます。